磐田市内には送迎バスを使う保育施設が6つあり、今日市の職員がすべての施設に現地調査に入りました。調査は園児の人数確認や出欠確認の方法、それに連絡なく園児が登園していない場合の保護者への連絡体制などについて園の職員から聞き取りをしたということです。また市はバスに取り残されてしまった場合を想定し、遠隔ブザーや防犯用のホイッスルなどを使い、有効な対策について検証していきました。遠隔のブザーはこれ間違いなく使えるなと思いましたので、対応していきたいなというふうに思っております。ヒューマンエラーある前提でですね、二重三重の防御策を考えていきたいなというふうに思います。磐田市は今日の検証をもとに、送迎バスを使う保育施設へできるだけ早く対策機材の手配や周知をしていきたいとしています。